優勝です。いやもう本当に全く信じられない、一番なかったのでその分楽になりましたし、本当に自分はまたがっていただけっていう形なので、まさにはじめ松本先生、福田さんの松本先生と球務員さんと、今日に引き払って入院してしまった球務員さんの担当があるので、とてもちょっと嬉しくて、ちょっとまだ実感がないっていうのが正直な気持ちです。でもその球務員さんにいい報告ができましたね。そうですね、本当に見てるかどうかわからないけど、本当に、嬉しい報告ができてよかったなというふうに思います。それしてもどうなんでしょう、絶好位といって、終わってくればですけども、絶好の位置、そして山口さんが動いてきたので、それに即座に反応しましたね。そうですね、スタートが早いのはこのままの持ち味なので、無理に下げることがないかなというふうに思って、流れに乗って、倉富さんが行くのは気にしてて、後ろの馬たちを気にして、その馬に取られないようにっていう、そう、馬と相談しながら考えるのだと思うので、本当にこの馬を頑張ってくれました。いや、もう、コロナさんも完璧です。はい。さあ、これで、どうでしょう、移籍時代からの連勝、この先、楽しみになりそうですね。そうですね、使うごとにこういう馬がいるなって、貴重な体ではあるんですけど、本当に、最後、人が使ってくれるので、それは、とても持ち味かなというふうに思います。で、最後に一つ聞きます。かかったか、どうか、分かってました？いや、正直、後ろから来てるのが横まで分かったので、最後まで粘ってくれっていう感じで、ずっと耐えられてたんですけど、ギリギリ大丈夫かなっていう感じはあったんですけど、最後帰ってきて、VTR をちょっと不安になっておりました。いや、私もあのリブレでちょっと不安になりましたけどね、分かったって言っちゃったんですよ、実行。いや、分かったって言って、よかったです、本当に。私もドキドキしながら結果見てましたね。では、それでは最後に受賞です。それも SG の受賞の受賞です。喜びをお客様にお願いします。今日は、この皆様、お会計までお越しいただき、本当にありがとうございます。まだまだ楽しみに来ていただきますけど、皆さんは熱いゲームを続けていきたいと思っています。一生懸命頑張るので、ぜひ、よろしくお願いします。これからも一生懸命頑張るので、応援よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。